はい、チーム T ロックスの皆さん、こんにちは、トシです。上達するには、あとバンドがねどんどん上手くなっていく、にはねどうすればいいか、やっぱり一番はもちろんスタジオで練習を一生懸命するっていうのはね当然ですよね。はい、でそれプラスなんですけども、やっぱり本番の実践をどんどん積む、経験を積むっていうことですよね。いろんな場所でやって、いろんなシチュエーションでやるとね、やっぱりねそれだけ経験値が上がるので、同じところでやってももちろんいいんですけれども、違うところでやる、違うシチュエーションでやる、リハがちゃんと、あれば一番いいけども、ないとこでも一回やってみるとか、あとそれから野外でやってみるとか、野外もまたちょっと違いますからね、いろいろとね、この聞こえ方がねもう違うな、なんか外に反響しちゃってる、こうなんかそういう聞こえ方が違うな、室内と違うな、これあります。あとそれから寒いとかね、あこんな暑いんだとか、そういうのいっぱいあります。あの日光が当たっちゃって暑いとか、風吹いて寒いとか、あとそれからそうですね、一人のねソロでやってるアーティストさん、なんかアコースティックの方多いんだけども、あの譜面台立てるじゃないですか。で室内はね全然問題ないんだけど、外でやったらね風でどんどんねめくれちゃうとか、あの譜面台倒れちゃうとか、こういうことがあるんだなっていっぱいねあの分かるんですよ。室内は室内でね、あの暗くてね譜面台見えなかった、だから次から、ライトを持っていこうとかね、いろんなねことあるんで、もういろんな場所でいろんなことをやるのが一番やっぱりいいですよね。バンドもそうですね、いろんなシチュエーションでやるといいですね。でね、その時にね、あの本当にねもったいないのがね、ただ行ってやってやりましただけ、そういう人って多いんですよ。もうすごくもったいなくて、なぜかというと、こういう時にどうしたら一番いいかというと、せっかく行ってやったわけですよ。その時にね、目を皿のようにしてね、そこの環境を覚えて帰ってくる、これがねいいと思いますね。はい、どういうことかというと、あんまり意識しないとね、バーンって行ってこう演奏して帰ってくるだけにどうしてもなっちゃうんですよ。そうじゃなくて、意識してこの、お店っていうのはこういう感じなんだ、このステージはこういう感じなんだっていうことを一回こう全部覚えるような感じ、メモしてもいいけども、そこまでやらなくてもいいと思うんだけども、あの覚えるっていうのはね大事とか、チェックするっていうのは大事、覚えるっていうかチェックするの。どういうことかっていうと、僕がよくやってたのがやっぱりね、あの例えば歌う人だったら、自分の歌の、聞こえ方ですね、これってさ、いろんなお店によってちょっと違うじゃないですか。でなぜなんだろうっていうのを自分の蓄積データとしてね持っていくとねいいんじゃないかなと思うんですよ。だからね、あなるほど、ここはなんかちょっと例えば聞こえやすいぞと思った時、どうしてなんだろうってまず考えるわけですよ。ただ気持ちになってやるんじゃなくて、どうしてだろうって考える。でそうなってくると、あここにこういう形でモニターある、それからサイドのモニターもここにこういう形であるとか、あとそれから奥行きがあるんだとか、ドラムから結構離れてるんだとか、あとそれから、アンプの向きね、他のギターのアンプの向きが、あこっち向いてんだ、あっち向いてんだ、ベースアンプがあそこにあるんだ、ここにあるんだ、そういうようなことをチェックするんですよ。そしてあこういう環境だとやりやすいんだ、あと逆にやりにくいときは、なるほどこうだからちょっとやりにくいんだとか、PA スピーカーの位置も結構中音に影響するんですよ。あの PA スピーカーがね結構中のステージから離れてれば結構分離されますけども、くっついてるとやっぱり外音もガーンって影響がね中音に来ますから、当然そこの距離なんかも多分絶対ほとんどの人がそんなとこ絶対気にして見てる人いないと思うんですよ。まずいないんだけども、僕思ったのが、そういろんなとこ行った時に、あれなんでこう聞こえ方が違うんだろうってね不思議に思ったんで、いろいろこうチェックするようにしたんですよ。そしたらね、やっぱり店によってねいろいろちょっと違うので、そこでなるほどね、こういう感じだとこうなのかとかね、ベースなんかで言ったら、例えばねそのベースアンプの聞こえ方一つにしても、あここはすっきりしてなんかいい感じで聞こえるなっていうところと、なんとなく低音がブーンってどうやっても下のウーンが鳴っちゃって難しいなっていうのがあると思うんですよ。でこれも一概に言えないけど、例えばベースアンプが床に直置きしてあるところと、ちょっとコンクリートみたいなのとか足があってね、ちょっとキャスターがあって少し上に上がってる、これだけでちょっと違ったりもするしね、もちろんベースアンプ自体もね違うと思うし、部屋の作りもそうなんだけれども違っちゃうんだけども、でもそれもいろいろ自分のデータとして、なるほどこうなるとこんな感じになるんだなっていうのをね分かっておくと、結構自分のね経験としてね分かるのでいいと思いますね。あとはね、実験をするというかね、僕なんかもよくこういろんなとこ行ってやった時にね、いろいろ実験したんだけども、例えば自分はベースを弾きながら歌うっていうバンドをやってた時に、ベースの音を中音ちょっと大きめにして、例えばボーカルはそれほど聞こえないようにするっていう設定にしたらどうなんだろうってやってみたりねするの。それはね利点としては、
自分の声がなんていうのかな、ものすごく聞こえちゃうと怖くなって歌えなくなるってことなんかねちょっとあるんですよ。ビビっちゃうわけ。ちょっとでも外したらもうあーとか思っちゃうから、意外と、思い切り歌い気持ちよく歌えるのは、例えばこうなんですかね、ベースの音が大きい方が気持ちよく歌えるとか、まあ逆に言ったら丁寧に歌えなくなっちゃう可能性もあるからね、これも良し悪しかもしれないけども、そういうことを実験したりとか、今度はもう逆にベースの音をすごくちっちゃくして自分の声をすごくたくさん返してもらって、そんな感じでやってみるとかね、そういういろいろなパターン、ギターを大きくしてもらうとか、ギターをほとんど聞こえないようにしてもらうとか、うん、まあ生音だからなかなか難しいかもしれないけども、その辺を少しね実験をしてみる、このいろいろ実験をしてみる中で、あ、自分としてはこれがやりやすいんだなっていうのがなんとなくね分かってくると思うんですよ。人によって多分違うと思うので、やっぱりボーカリストさんでも、ベースの音を頼りに歌う人もいればね、ギターの音を頼りに歌う人もいるし、うん、ギターの人だってベースの音を聞きながらやる人もいるし、ベースなんか全然聞かないでやる人もいるわけだから、それで自分の中でね、あ、なんかこれがやりやすいな、これだとあんまりやりづらいんだなっていうのがちょっと分かると、いろんなライブハウス行った時に、うん、ちょっとこういう自分の好みの、音のね感じにできるからね、いいんじゃないかなって思いますね。あとはまあ番外編というか、何ですかね、もう本当にあのライブ前にご飯食べに行って満腹になる方が元気が出てやりやすいっていう人もいれば、いや空腹の方がやりやすいっていう人もいると思うんですよ。その辺も人によって違うじゃない。だけどそれもいろいろこう経験してみる。それから、僕はね、やっぱりライブ前ってすごくビビるじゃないですか。もう気持ちがもう、あ、もうドキドキして、あ、どうしようどうしようどうしようってなるじゃないですか。弱気になるわけよ。でね、それで僕の場合はちょっとライブ前っていうか、その他の人のライブをね見るんですよ、やっぱり、うん、で見るとね、なんていうんですかね、疲れちゃうから、あんまりずっと見てると疲れちゃうでしょ。まあ好きな人はずっと見てればいいんだけど、僕なんかちょっと体力あんまないから、3つも4つも見てたら疲れちゃうから、全部はちょっとどうしても見れないんですよね。耳もおかしくなっちゃうんで。なんだけどやっぱりね、1個前ぐらいのバンドはね、なるべくね見るようにしてるんですよ。で見て、うんって見て、こう見るとなんていうんですかね、自分もあ、なんかこうやる気になるじゃないですか、ね、あとそれから、そうだな、だいたいね自分の中で一番多いのが、こう細かいことに神経行き過ぎてる時があるんですね。あそこ間違えたらどうしようとか、あ、歌詞あそこにしたらどうしよう、細かいことにねビビりすぎてる。だけどライブバーンって見ると、バーンってでかい音でガーンって言ってるじゃないですか。ちょっとくらい間違えても分かんねえなって大体思うわけですよ。そうだよそうだよって、なんかちょっと間違えても大丈夫だよなっていう、なんていうんですかね、それあんまりいいのことかどうか分かんないんだけど、だけどこの気持ちってものすごい大事なんで、こうなんかビビりながらとか、嫌だなと思いながらステージ出るよりも、あ、なんかね人のライブ見て早く俺もやりてえってねなって、うん、大丈夫じゃん、いや俺の方がいいライブできるかもっていう風にこのね思って、勝手に思い込んでね、うん、いいライブ見ればよし、もっといいライブしようと思うし、もうダメなライブ見ればあ、うちの方が全然いいよってなるし、うん、僕はそうやって他の人のライブを見るようにしてました。で、細かい心配を吹っ飛ばすようにしてましたね。まあそんな感じでね、自分なりに、いろんな経験を積む、それから覚えておくっていうかね、その一回行ってで、ね、やっては面白かったじゃなくて、ちゃんとどういう感じだ、どういうお店の作りだったかとかね、どういう音の聞こえ方したかっていうのをね、なるべく意識して覚えておくと、経験としてまたさらにずっと自分の中にね たまりますから、いいんじゃないかなってね思いますね。はい、今日はそんなお話してみました。また聞いてください。ありがとうございます。